じゃあ、玉木さん、カナダの様子はどうなんでしょうか。もう普通に生活してんのかな。玉木さん、マイクもミュートされてる？もう違う。全然聞こえ。あ、ごめんなさい。塩屋の声が聞こえなかったの。聞こえます？今。すごいなんか音小さくて。あ、今、ボリューム上げた。ごめん。大きな声で話します。あ、はいはい。え、ごめん、もう一回、なんか喋ってくれたの、何やったの？カナダはもう普通に暮らしてるんですか？それ えっとと、も。来週から、フェーズ3っていうのになって、ほぼつ、えっと、えっとね、まず、バンクーバーが、カナダ自体がフェーズ1、2、3ってなってて、フェーズ1がもうロックダウンで出ちゃいけない。2になったら6人以下とかの集まりだったら大丈夫。でもまだちょっと注意してね。で、来週からフェーズ3になって、ほぼ通常に戻るけれども、学校とかもそんなまだ普通通りに戻りませんっていうような感じだけれども、やっぱり車の交通量も増えたし、スーパーに行っても、今までだったら、店の中に30人しか入れませんとか、バスも、1つおきにしか座っちゃダメですよっていうのがあったんだけど、それもなくなってるけれども、なんかみんなこうバス2人席には1人しか座らなくて立ってるとか、あとスーパーも並んで人数制限はないけれども、なんかスタスタ入っていってお買い物するっていう感じじゃないって感じで、通常には戻りつつあるけど、なんかちょっと人とのソーシャルディスタンスは持ちましょうっていうのもあるし、あととうとうカナダでマスクをしましょうっていうのが言われるようになって、え、カナダでっていうのが結構笑えるって言ったら失礼だけど、カナディアンですらマスクするの？っていうのが、私の中では結構びっくりしているというか、そんな感じです。あと、大学はどうですか？大学は、今、夏授業があって、春学期、夏学期、秋学期っていうのがあって、今は夏学期真っ最中で、で、もうそもそも、そもそもカナダの大学の授業って、他の学校は知らないけど、私が行ってる学校は、講義授業と、講義の半分講義の半分オンライン、それから通常の授業でもオンライン授業っていうのがあったから、別にまあ、オンラインで受けてる感じかなっていうのと、もう前回の時でも金次さんが言ってたように、藤井さんもおっしゃってたように、実習がある人は本当に困ってて、実習したいから授業したいとか、なんか署名集めたりしてたけど、それはどうしようもないことだけれども、私が受けてる今の授業はオンラインでも全然問題なく、どちらかいうと先生が自分のレクチャーを録音してアップデートしてくれるから、試験前に何回も見直しできるから、私にとってはすごい便利で。で、ただ、カナダって、めちゃめちゃ課題が過酷なので、課題をこなす、まあ、結局自分のタイムマネジメントの問題なんだけれども、そこが、やっぱり結構大変。だらだらしちゃう。ので、この前はとうとう前の職場というのは、私が働いてたのは ESL の学校だったので、ESL の学校も1クラス5人までとか3人とか2人で授業やってて、空きクラスがいっぱいあるので、空き教室に行って自分で自習するとか、なんかそういうふうにして、なんか自分で家以外に出かける。でも、なんだろう、やっぱりまだまだオンラインの授業自体で不便は感じていない。でも自分のタイムマネージメントをどう管理するのかが大変っていうのが現状です。塩谷さんが学生の時とか、私の学生の時もそうですけども、まあ授業ってあんまり大したことなかったんだけど、今はね、1コマの授業を受けるために、2コマ分の自宅自習が必要っていう、そういう、ある意味バカなことを言い始めて、っていうか、ずっとあったんだけど、それを実質化しようとしてて、そうすると、5コマだから 90×5 だから450分授業を受けようと思うと、900分の自宅自習が必要になってきて、そんなの本当に実質化したら、
睡眠時間削っても勉強時間取れないっていう感じに日本はなってきて、その辺は、受け流しているんですけど、今の玉木さんのお話を聞いてると、うん、強烈にそれが実質化されてる感じですね。あ、もう絶対そうです、そうです、本当にそう。予習なしで授業行ってもわからないし、で復習しないとついていけないし、でもしてまして私は ESL だから、そんな用意なしで授業に行っても絶対ついていけないし、で日本みたいに入学式ってなくて、入学した後に新入その学期ごとに結構新入生が入ってきて、年に1回だけ入学じゃないので、うん、学期ごとに新入学生が入ってきたらオリエンテーションがあって、まあ、ちょっとみんなで仲良くなりましょうっていう、 こうワークショップした後に校長先生か副校長先生がやってきて、でお話しして皆さん学生生活を楽しんでくださいっていうのはあくまでもオフィシャルな形です。シリアスな話をすると、勉強して勉強して勉強して、宿題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 、これができて、このタイムマネージメントできた人が成功します。それは保証します。ちゃんと勉強しましょうっていうのを散々言われました。今、日本が追いかけ中です。あとね、やってくる課題も半端ない。どういう、具体的にどういうふうに過酷なんですか？ね、ちょっと待ってね。例えば、今私が持ってる課題の2つは、一つは、今撮ってる授業が戦争と社会っていう授業なので、戦争映画を先生5つ候補挙げるんです。そうした後、戦争5つ挙げて、でそれを自分でまず選んで、それが事実に基づいてどういうふうになっているのか、でそれについて自分はどういう問題意識があるのか、でそれに対して要はアカデミックシーサス、論文じゃないけれどもアカデミック映画レビューを書きましょうっていうのがあって、 だからレビューだから愛っていう言葉を使わない、主語は愛にしない、でそれから、それを補強するためにアカデミックシーサス論文を2つ読みましょう、で読んだ論カナダって論文をレポートを出すときには絶対そのレポートを書いたときに参考にした論文を少なからず先生が指定するんです。いくつって 2つとか3つとか、でそれのビブオグラフィーって言ってサマライズした、用紙を必ずつけて出す、で、英語の論文はほぼ 100% ネットで検索できるから、だいたいそれを、ネットで先生が探して先生がガチで読んで、でそれをちゃんと読めているのか判断してっていうのが一つで、その際に書く、フォーマットを APA スタイルとかシカゴスタイルとかっていうのを先生が決めてきて、でそれに合ってないとここがダメですよっていうんじゃなくて、指定した、フォーマットと違いますっていう一行だけで突き返されるとか、あとでそれでアカデミック審査でしょ、それから、アカデミックフィルムレビューインがそれで、でそれで先生が、1400から1600文字で4ページから6ページにしてください、でそれからシカゴスタイルでアカデミック審査は2本読みましょう、ビブオグラフィーをつけてくださいっていうのが一つで、もう一つはレーディングリスポンスといって、先生が している教科書があるので、それの教科書のこの部分を読んで300文字から500文字にまとめてください、でいついつまでに出してください、ただ、アカデミックの本なのでなんかよくわからない言葉が出てくるし、で突然引用で叙情文みたいなんか詩みたいなのが出てきて、突然文章の読み方が変わって意味わからんっていうのがあって、でどうしようっていうのがある、でそういうのがだいたい2週間に1度提出物が決まっていて、それとは別に授業が毎週先生アップロードしていくというのがあるので、なので自分でちゃんと勉強しないとやっていけないっていうのと、あと、全ての点数が90点台は A、80点台は B、70点台 C っていう風になって、その中でも3点ごとに A プラス、A プラス A、A マイナス、B プラス B、B マイナスっていう風に全部細かく決まってて、1点
1問テストで間違えて3点落とすと評価が A だったはずなのに B マイナスになるとか B プラスになるとかなるので、もうとにかくみんな点数取るために必死でやるので、私最初の春学期は点数取れたらいいかなみたいな感じでやってたら結構大変やったのと、やっぱり学校側としても65点を合格点とするから65点以上を取れる、自分でマネージメントをしましょうっていうのがあります。そんな感じです。なんか今のお話を聞いていると、段落の始めはちゃんと一マス開けようねとか、丸と点の区別をつけようねとかっていうのでは追いつきませんね。はい、そうです。APA というのは、私シカゴスタイルは知らないんですけども、APA は社会学者の人がみんな使うあの方法だと思います。もともとね、アメリカンサイコロジカルアソシエーションというアメリカの心理学会の、論文のスタイルが割と見やすくて便利だっていうので定着したみたいです。なので、大体先生が APA かシカゴスタイルで指定してきてっていうのが、あります。だからあとはやっぱりその学部の間から論文書ける訓練をめっちゃしますね。だからただまとめましただけじゃなくて、そう、前期の社会学でデュルケもやったんですもうめっちゃ過酷で、だからデュルケムがどういう風な、例えばジェンダーのことをしました。じゃあジェンダーではこういうこと言ってます、デュルケムはこういうこと言っているので、デュルケムのこういう、あ、ちなみにデュルケムって言わなくてダークハイムって言うんです。英語ではダークハイムは何て言いましたか。じゃあダークハイムが言ったことを引用してクォーツをつけて、それに対して自分の意見を言って、でそれに対して授業から使ってきた言葉を入れてっていうので、でとにかくいろんな言葉をひつ詰め込むと、そこにキーワードになる点言葉が入っているから点数につながるので、自分でとにかく突っ込んできちんとしたフォーマットの文章をフルセンテンスで書いてくださいっていうのはずっと先生が言ってました。お疲れ様でしたまだまだ続きます。でも秋学期もまた社会学取ろうと思っているので、なんか日本語で知っている言葉が英語になると、英語と日本語が全然続かないので、もうすごくそれが邪魔。あ、ストレスですね。めちゃめちゃ邪魔で、何かあってもダークハイムって言われても、ピンとこなくて、あ、デュルケムのことだったんだとか、で、ソーシャルフォースとか言われてもピンとこないし、何かにつけて社会学用語とかが、全部英語にすぐ換算されるというか翻訳されないので、もうそれがストレスで、今度じゃあ分からないから日本語で今度はデュルケムのことを調べたら分かりやすいかと思ったら、今度日本語に訳した社会学用語がこれまためんどくさくて英語につながらなくて、分断されたまんまで、もう英語でだけ学んだ方が楽かもしれないというところにたどり着きました。あ、ちょっとステップアップでいいと思います。あ、もう日本語の社会学はもう難しいですあとはそんなもんかな、うん、とにかく課題がすごくて、その本当に予習復習勉強して当然っていうのもあるし、でクラスメートで授業一緒になった子にどういうふうにしてるって言ったら、やっぱりみんな週に、先生にも言われたし、みんなもそうしてるのが、毎日2時間から3時間は絶対勉強して本を読む。要は結局教科書がめちゃめちゃ分厚いんですけど、教科書をきちんと読めば点数を取れる、先生授業を作っているの、試験も授業もしているので、要は教科書を読めばなんとかなる。ただその教科書の量が半端ないというので、とりあえず一夜漬けはできないけれども、毎日積み重ねていくとお勉強できるというような感じになってます。藤尾さん、このカナダのレポ、課題の過酷さというのは日本と比べるとどうなんでしょうか。日本も多分そっちを目指しているんだろうと思いますけども、そこへたどり着くのはかなり
ハードだなというふうに思います。で、ただ、日本ってちょっと割とずるいところもあって、大学の勉強っていうのは自分でやるもんだっていうふうな言い訳で、あんまり学生をトレーニングするっていうことはしなかった、してこなかったような気がするんですね。それぞれがやればいいっていう感じで。ただ、玉木さんのお話聞いてると、やっぱ特に英米系の大学っていうのは、トレーニングっていうのをすごく重視していて、で、トレーニングっていう言葉を聞くと、日本の大学の先生は、大学は就職予備校じゃないっていうような言い方をするんだけども、じゃあ何をしてるんですかっていうと、多分、それは学生が自由にやればいいんだっていうところで、ちょっと腰が引けてるというか逃げてるところがある。でも、同じ似通ったテーマで複数の論文を読んで、それを関連させながら自分のフィールドに持ち込んで議論を、筋の通った議論を立てるっていうのは、やっぱトレーニングの必要なことだと最近はやっぱり思っていて、でそういうことがちゃんとシステマチックにできるようになっているのが英米系で、どっちがいいかというのはちょっと今言い難いんですけれども、勝ち負けで言うとそのトレーニング方式の方がかなり勝てているというのが例えば大学ランキングとかそういうのにも出てきてるんだろうなと思います。で、実はオンラインだからそういうことをやったっていうところはあるんですけれども、私は2年生の基礎演習っていう基礎ゼミっていうのは何をやってるかっていうと、テキストを1冊買ってもらって1章ごとに担当者を決めてレジュメを作って発表するっていうのをやってたんです。で、それは結局15回のうち1回やれば、あとはもうずっと自分はオーディエンスで済んじゃうわけですよ。だから準備もいらないし、とりあえずピーして、あとは突っ伏しててもいいぐらいの勢いなので、それではやっぱトレーニングにはしにくいっていうので、まあオンラインっていうこともあって、で、私が今やろうとしてる、やりつつあるのは、それこそ、ちょっとした、論文を2本以上読んで、違う、まだ2本読まないんだ。テキストのこの章を読みましょう。で、この章を読んだ上で、こういうテーマについて、800字から1200字を書きましょう。ただし、その時に、テキストから、120字ぐらいの引用と、60字ぐらいの引用を必ず入れて、自分の文章を書きましょうってやると、その人の文章を自分の文章の中に入れ込んで、筋の通った議論をするって結構厳しいみたいなんですね、学生さんには。でも、いろんな人の話を聞いて、でも自分の言いたいことをちゃんと言うって、基本じゃんね。それ、だから教科書ではこう言っていますっていうのは割とできるんですよ、みんな。でも教科書でこう言っていますっていうのと自分の考えをすり合わせて一つの議論に寄っていくというか、縫っていくというか、議論を紡いでいくというか、そこのトレーニングはやったら結構甲斐があるかなというような感触を今持ち中です。結局教科書、高校までは教科書を丸呑みして吐き出すだけで、それをある程度要約して、答えにするっていうのが、まあ、大学なんだけども、でもそれは与えられたものを要約するっていうのにとどまるので、そこから先要約したものをどう自分の議論の中に入れ込んでいくかをトレーニングしてこなかったっていうのは日本の大学にはありそうな気がします。それをそれこそ大手門のような普通の子が来てくれる大学でやると、やって成功すればかなりいい効果が出るんじゃないかなというふうには思ってます。だから言われたことをやるだけじゃなくって、言われたことを飲み込んで、かつでも自分の言いたいことも言うぞっていうふうになったら、それが中間層の学生さんたちにできるようになったら、日本はかなり変わるんじゃないかなという、やってることはちまちましてるけど、一応野望を持ちながらやっています。以上です。ありがとうございました。あ、金次さん、おはようございます。こんばんはかな。
こんばんは。おはようございます。あ、髪の毛が伸びてる。髪の毛伸びてる。めっちゃ伸びました。もう3月から全然切ってないんで。ちょっとどうしたらいいかでも分かんなくなってるんですよ。もうこんなに髪が伸びてたのって30年ぐらい前からぶりなので高校の時はこんな感じだったんですよね。結構もうそれから丸刈りしてたからもうちょっとどうしたらいいか分からなくなってて、整髪料もなんか今いろんなの出てるじゃないですか。でそういうのもちょっとどうやって使っているのか分からないからとりあえず水でごまかしたりでも面白いですね、髪型って結構雰囲気変わるもんですね。自分でも朝起きて鏡の前に立ったら、あ、誰やこいつみたいな感じになって楽しいです。トロントはどうですか、コロナの影響で。トロントはカナダ全体で言うと結構収まってきてるところもあるんですけど、トロントはちょっと最後まで取り残されてる感じで、まだ感染も収まってないし、どういうんだろう、ちょっとこうその地域差がだいぶ出てきて、それによるフラストレーションが溜まってきてますかね。だから大阪で言うと大阪市はいろんな制限かかってるのに、豊中市に行ったら普通にお店やってるやんみたいな、そういう状態なんですよ。だからこの先どうやってその商業を復活させていくかっていうのがすごい悩ましそうですね。ちょっと混乱が起きてます。まだリモートワークなんですか？もうリモートワークしばらく続くんでしょうね。僕の職場なんかはどういうんやろう、お客さんでは非営利なんでお客さんではないんですけど、僕らのプログラムに参加する人たちがやってきてで精神衛生のプログラムを受けるんですけど、やっぱそういうその対人じゃないとできないことが優先されるので、僕の職場なんかでもそういう仕事をしている人が優先で、職場に戻る。でそしたらその応援をする人たちが次戻ってっていう風になってくると、僕みたいに総務やってる人は基本的にもうこの3ヶ月間テレワークでできてしまってるので、じゃあもうオフィス来なくていいんじゃないみたいな話にちょっとなってて、ひょっとしたら、デスクちょっと片付けて他のスタッフが戻ってこれるのを準備してあげた方がいいかなみたいな感じになってますね。なんかこう徐々に戻ってきてるところもあるみたいなんですけど、もうこのまま戻らないんじゃないかっていう、状態 で戻ったとしてもやっぱり人と人との感覚をすごい開けたいっていうふうにみんな思ってるみたいで、だから今まで4人で使ってた部屋はもう2人にしないとダメとか、そういうこう物理的制限がいろいろかかってきたので、それで自分のデスクまあもうないかなみたいな感じになってきまして、学校とかでもそうですよね。学校も一部再開したいところもあるんですけど、全員やっぱり戻せないんで、教室やっぱり机とかを半分ぐらいに減らして、で午前と午後に分けてやってますね。だから完全な授業はもうできないんで、みんなそれでこう何を諦めて何を優先させるかっていうのをいろいろな業種とかその現場で測ってるところですね。ありがとうございました。今大学の様子とかをね話してて、大学のカナダの大学の過酷さ、課題の過酷さについて玉木さんが話してくれて、それについて藤吉さんが日本も追いつけるかどうかみたいなコメントをいただいたんですけども、でその小中高の勉強をしないといけない量っていうのが日本は英語に比べると2倍ぐらいだって言われてるらしいんですよ。それで今回の
パンデミックで3ヶ月ぐらい遅れたじゃないですか。それを巻き返すっていうか取り戻すために小学校とか中学校で7時間授業とか7時間とか8時間授業とか、あと夏休みをね1週間ぐらいにして、もうしかも土曜日とかも行くとか、土曜日も普通に6時間7時間やるとか、なんかそういう学校も出てき始めてるらしくって、でその何でしょうね、そのやらないといけないからやるみたいな、そのカリキュラムがこんだけあるからこなさないといけないみたいな感じで子どもたちを追い詰めるのはどうなのかねみたいな話は出てるんですけどね。それそういうやっぱり偏重というか偏りがあるから大学に入った時に遊んじゃうっていうか、大学でなんやろ、大学はもうええやろみたいな感じになっちゃうんかなっていうのを今聞いて思いましたね。なんかこのパンデミックが始まってから、その学校をどうするかっていう議論がもちろんカナダでもあったんですけど、すごいなんか気づかされたのは、みんなそのカリキュラムのこととか、その授業の内容のことについての悩み、どうしようみたいな戸惑いとかほとんど聞かれなかったんですよ。むしろその学校っていうのは子どもの居場所だから、その子どもの居場所としての学校を開かないっていうのはどういうことなのかっていうふうになんか議論が進んでいって、でその先にもう一つ、その親保護者が働くためには子どもの居場所がいるよね。そう、子どもを働かして働きに行けない仕組みになっているの で、そのじゃあ親がちゃんとこういうパンデミックの状況の中でしっかり働けるようにするには、学校がこう子どもの居場所がちゃんと確保されていないといけないのに、この学校が閉まっていることで親が仕事が行けない、仕事に行けない、だから親を保障しましょうっていうなんか話の流れになって、どういう意味なの、その学校っていうものの見方が全然違うなってすごい思いました。なので今も結局学校がフル再開してないので、それを理由に出勤ができないので、仕事の量が減ってるから政府から補助を受けてるっていう人がいますね。なんか日本の感じで考えると、えってちょっとパッと理解できない感じなんですけど、その親子供をほったらかさないっていう基本的 なんかルールがあるみたいで、まあ、暗黙の多分法律ではないんですけど、11歳ぐらいになるまで子供がその大人のいないところで放置される状態っていうのはダメだということ、決まりが一応決まりがあって、でそういうデイケアとかを、まあ、みんなが確保して自分が出勤できるようにするか、もうそうでなければお家から仕事ができるようにするかみたいなこう選択肢を、まあ、保護者は迫られるので、学校が開いていないということについてのそのこう危機感が、危機感のありどころがすごい日本と全然違うわと思って、それは面白いと思いますね。かといって、じゃあカナダの学校に通ってる子が勉強してないかというと、決してそうではないと思うんですよね。勉強してる子はしてる、で塾通ってる子もいる、いわゆるその日本で学校ですごく優先されているようなその知識を得る学習みたいなものはやっぱり頑張ってやってる子もいるけど、なんかそれだけじゃないという感じがしますね。学校の役割がちょっと違う感じがします。学校が空いてなくてもデイケアとかは空いてるんですか？それがまだトロントはデイケアがまだ開けられないんですね。なので親が仕事に行けない、デイケアも空いてない、で学校も空いてないってことは、その誰かが子どもの面倒を見ないといけないんで、じゃあ親がやっぱり家にいるしかないよねってことで、うちの職場なんかでもその
うん、テレワークしてる理由は、一つはそのみんなが寄り合わない、物理的にその人と人が接しないっていうのと、あともう一つ大きな理由は、その保護者が家で子どもの面倒を見られるようにっていうことで、テレワークの推奨、推奨とか、まあ、テレワークを可能にしているという感じになってますね。もう学校からの、学校は授業やってるんですかね、その、やってるんですよね、リモートワークとか、リモート授業とか。そうです、ちょうど今の夏休みに入ったので、今はもう学校終わってる状況で、卒業する子は一応卒業もして、卒業式もなかったんですけどね、結局。なんかオンラインとかリモートでやってるところと、あとなんか芝生に円描いて2メーターおきにそこにみんな立ってヤッホーってやってるとか、なんか私の行ってる大学も昨日なんか、オンラインでセレブレーションやってたみたいですよ。トロントはね、やっぱりちょっとそういうのができない感じですね。もうちょっと厳しい状況、厳しいみたいですね。トロントって今フェーズいくつですか？1ですね。あ、1位、うん、あ、まだ1位か。まだ1ですね。バンクーバーは来週から3です。なんかそのフェーズっていうのを各政府で決めたみたいなんです。で、ひょっとしたらその州によって違うのかもしれないけど、漠然と今どういう状況にいるのかわからないのではなくて、今私たちはフェーズ1だからこれができません、でもフェーズ2に進んだらこれができるようになります、フェーズ3になったらここまでできますっていうのをこう政府がまあとりあえず決めたんですね。あんま根拠があるのかどうかはちょっと私専門ではないのであれですけど、まあ市民が納得できるような形で作ったんです。で、フェーズでその話をすると、トロントなんかはその先 大阪市が豊中市がって言いますけども、トロント市はフェーズ1で、隣のミササガ市もまだフェーズ1でも、その向こうのオークビルっていう町はもうフェーズ2に進んだので、道一本挟んで散髪屋とか開いてるんですよ。でミササガ市の方はまだ全然フェーズ1なんで、 お店やったらダメっていうことになってて、なんかちょっと変なことになってますね。でもトロントはなかなかその感染が収まらないので、すごい警戒してるみたいですよ。なんで感染が収まらないんですかね。結構動いてるんですかね。まあ、大都市だということと、一番カナダの中では一番人口が多い町、大阪市ぐらいの町なんですね。で、金次さんね、全然別の国でインドネシアあたりだと、海外から来ているワーカーズが集中している地域に、シンガポールだったか、シンガポールの方でいわゆるドメスティック労働者とか工場労働者なんか集まっている安宿地域でちょっと爆発が起こって、恐れていたことが起こったみたいな感じで言われているんですけれども、トロントもそういういわゆるスラムに近いような、あるいは低所得者層が集まるようなところで収まらないから、なかなかフェーズをダウンできないとか、そういう感じです。それがトロントはその、人種とか出生地みたいなものでデータを集めなかったんですよ、わざと。これ失策なんですよね。だから何が原因でその感染が広がってるかっていうのがちょっと分かってるのかもしれないけど、データを使って言えてないんですよね。だからそれは差別につながっちゃうから。まあ、それと、まあ、そういうデータを示すことで対策を打たないといけないことになるんで、そこで問題が見えてしまいますよね、まあ、はっきり言うと。でそのトロントなんかも周辺に移民、季節労働者に頼る農業をやってる人たちがたくさんいて、やっぱりそういう人たちにとってはそういうデータってすごい都合が悪いんですよね。でそんなこと言われたらもう季節労働者は入れたら入れてくれるなっていうふうに市民が思ってしまって、変な話なんですけどね、私たちはそれで お野菜とか食べれてるわけで、でもやっぱり市民って勝手なんで、こういう病気とかになったらあいつらのせいやみたいになって、でその人たち の, その入国が難しくなったりすると
厄介なんで、結局そこをすごいいい加減にやったんですよね、はっきり言うと。だから実際にはそういうところで感染も広がってるし、そういうニュースも後でになってだいぶ出てきたんですけど、当初はその何もう全ての人が感染の可能性を持っているっていうことでガンガン候補を打ったので、そういう日本で言われているクラスターとか感染経路の確認みたいなことをほとんど公衆衛生の人が言わなかったんですね。だから どこでどういうふうに感染が広がっているのかっていうのはちょっとわからない状態でもう3ヶ月4ヶ月経ってて、まあでも数字だけは上がっていくのでね、ちょっと変な感じ。だからどうしてそのトロントだけがこんなにフェーズ1で取り残されてるのっていう説明を誰もできない状態でだから、まあ、そういうのでちょっとフラストレーションが出てきてるんですよね。日本とかはどうなんですか、そういう、こう季節に地方によるそういうこう、地方によって優先順位をつけたりするして対策取ったりしたんですか、それとも全国 一律にあったんですかね。どうでしたかね。当初政府が都道府県を指定してここは緊急事態地域だとかいうふうなことをやろうとして、でもそのあるところで緊急事態地域になるとそこで働いてる人が退去指定されてないところに移動する、これ風俗関係のホステスホスト含めて風俗関係の仕事でちょっと話題になったんですけども、東京とか神奈川が指定されて愛知県が指定されないと関東の、業界の人たちが退去して名古屋にやってくるみたいなのがあって、で愛知県も指定してほしいというような要請を愛知県知事が政府に出したりもして、でも、まあ、それをやってでも時間かかるから結局各都道府県が独自にうちは緊急事態ですよっていうことを言い始めたりしたあたりで全国の緊急事態宣言を首相が出すっていう、そういう流れだったんじゃないかなというふうに思います。だから指定フェーズを下げることよりもフェーズが下のまんまだとフェーズ上の人たちが遊びに来るから危険みたいな、そういうスタンスだったかなというのが私の記憶なんですけど、いかがでしょうか、日本在住の他の方々は。まあ、現実的には今藤尾さんが言ったみたいに順番があったなと。で、あとフェーズを下げるというか、緊急事態宣言を解放するのも順番があった。だからやっぱり一番、関東圏、まあ、東京、神奈川を中心とした4県と北海道が一番最後まで残ったとか、まあ、だから順番があることはあるし、まあ、現実的に未だに東京とかの数字がとても高いのは確かですよね。まあ、とても高いというと他の国と比べると低いのかもしれませんが、その辺の、ね、高さ低さは本当に分かんないですよね。で、私も今のところ主観的には健康体なんですけれども、もしかしたら持ってるかもしれないと思うとむしろ人にうつすのがすごい不安で、それこそしばらく床屋さん行けなかったんですけども、ついこの間行っちゃったんですが、どういう判断で行ったかっていうと、私は感染してるかもしれないけど重篤化しなかった。で、いつも天下茶屋の床屋さんに行くんですが、もしそこの床屋さんがやってたらその人ももしかしたら感染してるかもしれないけど大丈夫だったんだろう、お互い毒持ってて大丈夫同士だから私が散髪してもらっても大丈夫なんじゃないかという、そういう手前勝手な判断でついこの間床屋さん行ったんですけど、そういう不安な状態はずっと続いてますよねというふうに言いたいです。で、今何だったっけな、超過死亡数とかいう言葉がちょっと使われるようになってて、
実際にコロナで亡くなっている人が何人かっていうのは発表されてるんですけども、そこで補足しきれてない人たちがいるんじゃないかっていう声があって、別の症状で亡くなったんだけども、でも実はそれはコロナも影響してるかもしれない。普段、例えばある地域の特定の月12月から12月に例年この月には何人の人がこの地域で亡くなってますっていうのがあって、それを異常に超過している地域がいくつかあって、これは結果としてコロナで亡くなってたのに補足できてないんじゃないか、だからその超過分をちゃんと算入しなきゃいけないんじゃないかっていうふうになると、一体どの数字を信用していいのか正直言ってよくわからないっていうのが、大丈夫っぽい割に安心できない疑心暗鬼の状態というのが今の日本じゃない、まあ、少なくとも私のいる大阪近辺はそうだというのが自分の感触です。以上です。それ面白いですね。だからその話を聞くとカナダは全く逆だなって思うんですよね。っていうのはそのカナダにとって、カナダってまあ、いろんな国がそのコロナについてすごい違う対策をしたと思うんですけど、カナダは割とそのどちらかというと、もう割り切って、感染パンデミックだからって割り切って、もういろんなお金を使っていろんなこう補助を出して、そのパンデミックっていうコロナっていうものを理由にいろんなこともやってしまってる国なので、コロナの数を抑えるよりは、発表数ですね、コロナの発表数を抑えるよりはきっちり出した方が市民にとって納得してもらえる状況だと思うんです。こんなに数が出てるんだから、私たちがやったことは正しいんだと言えますよね。日本はどうかというと、まあ、オリンピックを控えていたり、いろいろな、まあ、海外からの、まあ、視点があったりして、まあ、考えようによってはできればコロナの数はあまり増えてほしくない。実際に感染がどうなったかということは、まあ、それはそれだけど、発表される数としてあんまりその何万人も人が死んだみたいな話が出たから、ちょっと都合悪いよねっていう状況があったと思うんですよ、客観的に見て。そういうものを知ってるもの、市民としてその数字を見たときに、ほんまなんってやっぱり思ってしまうのはもう仕方がないですよね。で、結局その数字、それはカナダも日本も一緒で、感染確認者数って言ってるのも、死亡者数って言ってるのも、結局は誰かがこれはコロナにかかりました、これはコロナで死にましたって反抗してるから数えられてるだけで、実際にリアルな状況っていうのはまあ、わかんないわけですね。違いがどこにあるかというと、そこで、まあ、数字を操作するというか過小評価するモチベーションが ある国と、逆に過大評価したいモチベーションがある国っていう意味で、日本とカナダはひょっとしたら結構逆かもしれないなと思いますね。割と対照的な2国かもしれないですね。そうですね。もっと他のパターンもあると思います。中国みたいなパターンもあれば、イランとかアラブの国のパターン、またアメリカとかブラジルみたいなパターンもあって、いろいろ国によって事情とかは違うと思うんですけど、こうことをその感染者数、死亡者数をどう見るかっていう意味では、カナダと日本は対比できるなと思いました。その日本の場合はコロナに感染していたとしても、その感染が直接の死亡原因じゃないって判断されたらカウントしないんですよね。そういう、なんていうの、例えば高齢者の肺炎とかね。そうそうそう。それで例えば持病があって、持病があってコロナに感染して、何らかのこう機能疾患が起こって死んだっていう時に、コロナで死んだっていうよりかは機能疾患が起こって死んだみたいなカウントの仕方したりするから、コロナ結局でもそれコロナにかからんかったら死なんかったよねみたいな
話なんだけど、コロナに感染、カウントされなかったりするんですって。でそういうのを考えるとやっぱモチベーション的にはカウントしたくないっていうあの国民感情が多分あるから、うん、あの少なくはなってるし、その基準がね定まってないんですって。全然誰をコロナで死んだかっていうことにするかっていう基準がもう地域地域で違ったりするし、PCR 検査するときもどういう基準でするかっていうのも違ってたり、その PCR 検査の検査数っていうのも一人その唾液とあの鼻に突っ込んで綿棒を取るやつ2個するんだけど、それをある県はそれ2個だから2件って出してるとこもあれば、一人だからそれ2個だ、検体は2個だけども1人分ってことで1件で出してるところもあれば、あのなどういう基準で何件かみたいな話も全然その基準がねバラバラなんですって。というのもあっていろんな意味でちょっと日本で出てる数字っていうのはあの割とざっくりしているものだとは思いますね。なんかどっか埼玉かどっかの保健所の人がうっかり発言をしてましたよね。あので叱られたりしてませんでした。だいぶ1ヶ月前ぐらいですけど、なんかできればそのできれば感染者数を抑えたいという気持ちがあって、あの検査のこう数を控えてしまいましたみたいなことをなんか言ってしまった人がいましたよね。だからもう僕その、まあ、その頃はまだその感染者数とかその数発表される数の信憑性を割と尊重してたので、その頃はなんてことみたいなこう怒りを感じたんですけど、なんか今となってはカナダにしてもその日本にしても結局その感染者数とか死亡者数っていうこの数よりもやっぱり自分が出かけた時の心持ち、すごい身体的なこう不安を感じるじゃないですか。あの病気にかかるかもしれないっていう、あとそれとかその将来の経済の不安とか、なんかそういうそのインパクトの方にすごい集中するようになってて、なんかその発表される数についてはなんかもうこの6月の20日の時点では21日ですねの時点ではあんまりもうなんかあそうなんぐらいの感じでしか見なくなってしまってる感じが、あの気にしてないことはないんですよね。やっぱりカナダの数はあのそれなりにあのこうその数によってあの政策が変わっていくので、気にはしてますけども、それが必ずしもリアルなものだというふうにはあまり思わなくなりましたね。あの信用してないとかそういう意味ではなくて、そういうものなんだっていうふうにちょっと割り切った感じがありますね。さっき塩谷さんがおっしゃったあのコロナがなければここで亡くならなかったでしょっていうあの持病持ちの人でも、日本だとあのコロナが来なくてもこの人はいずれ死ぬ人だったんだからみたいな、そういうカウントの仕方をしてる感じですよね。だそこであの何を原因にするかが変わってくるみたいなところがあるかなと思います。これまでのなんか日本の報道とか見てなんか思うこととか、もし皆さんあればシェアしてください。せっかくカナダの人もいるし、カナダの報道の仕方とかも違うでしょうね、日本とは。そのコロナのね全然違いますね。もうなんか日本の報道がちょっと最近読めなくなってきましたね。あのどういうんだろう、 何のためにこれを出してるんっていうのがなんかすごいわからない記事が多くて、そういうふうに言ったら語弊がありますね。どう言ったらいいんかな。やっぱりそこに生活してたらみんなが抱えてる漠然とした不安とかがこう共有できてるという前提で記事を読んでると思うんですよね。やっぱりこんなにこうカナダみたいなところに離れてしまってもう時間も経ってる私みたいなものが突然日本のニュースを読んだときに、そんなもうなんか こんなこう重箱の端を続くような話をなんでやってるんみたいな風に取られてしまうんですよ。でもそれはおそらく日本で必要な情報
日本でその日々を過ごしていくにはやっぱりみんなが必要としている情報なんだろうなと思って、まあ、そういうことちょっと他者の目で見るようにはしてますけども、うん、一応ね、その国が指定してるあの感染症法みたいなやつは、あの個人が特定されないようにっていう、あの、情報の共有っていう衛生上の問題と個人のプライバシーを守るっていうことのこの2つのバランスを取るために、一応そういうあの個人の情報を、個人が特定される情報は出さないみたいなことにはなってるんですけど、そういう感染症法っていうあの国の法律に基づいて地方自治体が自分たち独自の指針、あの方針みたいなのを作ってるんですけど、地方自治体によってはあの年齢性別以上のこと、職業とか住んでる区とか町まではいかないけど区まで出すとか、なんかそこそれぐらい、まあね、大阪市ぐらいのでっかいとこだったら、まあ淀川区に住んでる介護職の人がなったとかいうのあんましね、個人が特定されないかもしれないけども、やっぱもうすごいね、田舎とかだったらそんなんすぐ分かったりするから、あのやっぱ怖いですよね、どういうふうになってるか。まあでもそういう一応まあ個人が特定されないようにしようっていう努力はされてるんだけれども、その基準がどれぐらいメディアのマスメディアがそれに従うかっていうと、全然そのなんていうのガイドラインなんていうのマスメディアがこうしないと、マスメディアはこうするべきみたいなあの規制みたいなのは あんまりないらしくって、そういう国の方針がある、地方自治体 の方針がある、じゃあマスメディアはそれをどれぐらい尊重してんのかっていうと、もうなんていうの、じゃあそのマスメディアの人たちの判断による頼るぐらいしかないので、あのやっぱりそのこれだけ感染が恐れられていて、その感染のその感染した人が責められるような風土雰囲気になってる中だと、そのどんだけやっぱ検査しようっつったって、自分あコロナかもって思った時にあの大したことなかったら、もうコロナ検査しない方がいいわ、したら差別されるし、して陽性だったら大変なことになるし、村八分になるし、あの引っ越さないといけない、ここに住んでられなくなるっていうことで検査しないっていう人たちもやっぱいるぐらいの、あの移った人が悪いみたいな、感染した人が責められるっていうような状況になってるので、やっぱりそれはあのこれまでのメディアのされメディアでの報道のされ方はかなりまずかった、まずい結果がこうなってるんじゃないかなって思うんですけどね、まあ、その点はそのカナダのクラスター対策がされてなかったっていうのは問題だとは思いますけど、その差別を絶対に引き起こさないっていうポリシーの下であのされている一定の価値っていうか、あの効果はあったんじゃないかなと思います。一部の人が、例えば今起こっているのは夜の街って言われてますけども、夜の街の人たち にクラスターが発生してるとか、あのなんかどっかの施設で起こってるとかですね、そういうのをなんかみんながこう自分とは切り離して考えられるように、なんていうかな、じゃああの人たちはもうダメにしようみたいな、あの切り離そうみたいな、そういう感じになっていく。例えばね、この間見ててびっくりしたんだけど、あの50人ぐらいクラス、東京で
感染が起きて、それでね、なんか専門家がそれについて、その数字についてのコメントをしてたんですけど、50人中23人、22、3人は夜の街の人たちだから、それを50-23は27、8だから、まあそんなもんです。市中感染はそんなに起こってないですって言ったの。なんで夜の街、なんでそこ引き算するのみたいな。そういう認識 なんですよね、日本の専門家でさえ。そこ引き算しちゃう。市中感染だとカウントしない、みたいな。それで、まあ、もちろんね、日本のクラスター対策っていうのは、まあ、ある程度そう、こうはそうしてるとは思いますけども、そこだけにやる、フォーカスしてやることによって、やっぱ差別を生み出してるし、例えばその専門家って言われる人たちもね、どんだけその人権について分かってるか、ずっと研究してるわけでしょ、公衆衛生だけの、なんか、大人になってからずっとそういう研究してるだけの人たちが、実際の生活の中で、その公衆衛生、拡大、感染拡大防止っていう名のもとに、いろんな人権侵害的なことを起こしてるんだけども、それはなんか不当になるみたいな。いや、もう感染拡大を抑えることの方が優先されるんだから、もう深く考えずにいろんな情報を出せみたいなこととか、例えばその AA の人たちとか、そのあってミーティングしないとまずい、まあ、なかなか命に関わるような、例えばその薬物依存だったりアルコール依存だったりする人は、コロナで死ぬよりかはアルコール依存とか薬物依存で死ぬ方が確率高いんだから、やっぱり集まってそのピアサポートしないとまずい人たちでもあるわけなんですよね。それなのに集まるんだったら住所と電話番号と本名を出せみたいな、そんなことしたら誰も来ないですよっていうのを、そのイケシャーシャーとやっぱり公衆衛生の名のもとにね、やっちゃえる専門家、なんていうの、強制しちゃう専門家の感覚っていうのは、やっぱりそのなんていうの、姿勢の人とちょっと違うっていうか、そこら辺もなんていうのかね、パターナリズムじゃないですけども、偉い先生が言ってるから従わないとみたいな、専門家が言ってるから私たちはもう受動的に、もう一方的になんかやられるしかないみたいな感じになりがちな日本の風土はあるような気にします。なんかその対策を立てる人たちがその取り締まる側として自分を位置づけちゃう場合が多いですよね。さっきの塩谷さんのちょっと前の話で、そのコロナそのものよりもコロナだとバレた時の方が怖いから、むしろ黙っておくとか、いっそ検査をしないとか、そういうふうに、そういう行動選択をさせる環境自体は公衆衛生的に非常に良くないわけじゃないですか。安心して受けられて、でもしコロナだと分かった時に丁重に扱ってもらえるという安心感がなければ、やっぱり隠しますよね。でそれは塩谷さんはちらっと姿勢の人と違ってっていうふうにおっしゃいましたけど、姿勢の人も割とそれこそこの時期に営業を続けるパチンコ屋はけしからん的なことを言う人たちは多くって、ちょっとね、どういうふうに整理していいかまだよく分かんないんですけども、さっき金次さんが学校のことで言われてた、要は子どもたちをどうするかは要は一人にさせちゃいけないっていうのがまずあって、だから学校を開けるべきで、学校を開けられなかったらデイケア行くべき、デイケアも開けられなかったらやっぱ親がついておくべきっていう、こういうふうに言っていいかどうかわかんないけど、経済よりもまず子どもが重視されてますよね。だからその辺との関わりも、要は周りに迷惑になる、周りの足を引っ張るようなことをすると全体が迷惑するっていうのって、いろんなところに関わってくるじゃないですか。
なんか車椅子が1人いるだけで移動の速度が遅くなるとか、なんかそういう形でいろんなところでその取り締まり根性というか、おかっぴき根性というか、そういうのが私たちに染み付いてしまっているかもしれないと時々は思います。だからその公衆衛生っていうのが、なんで公衆衛生するかっていうと、一人一人が安全に暮らせるためなんだけども、 そのために、かかった人間を取り締まらなきゃいけないっていうふうになっちゃうのはどういうバイアスなのかなっていうのを時々考えますね。ちょっとうまく整理できないですけど、以上です。トロントでその感染が広がった時に、差別の禁止が訴えられたりしましたっていう話を前回しましたけども、あっと思ったのが、公衆衛生の専門家が真っ先に、その人権関係の人は、政府も含めですね、その差別、そのコロナについて差別が起こらないようにっていうことを出しましたね。で、公衆衛生の人は何を言ったかというと、低所得者、有色人種、つまりその社会でどういうんだろう、弱い立場に置かれそうな人たち、バルネラブルな人たちですね。そうをに支援をしないといけないっていう、すごい言ったんですよ。で、なのにトロントではその人種別 の感染データも取らなかったし、収入別の感染データも取らなかった。これはその今トロントがある州が保守党政権だからっていう簡単な答えがあるんですけれども、その公衆衛生の人がまずそのことを言って、すごいこうメディアのこう注意を喚起したんですね。ここを注目してくれ、これはその誰に起こる、誰が感染してもおかしくないパンデミックだけれども、特に被害が多く、ひどく出る可能性があるのはここだからねっていうことを言ったら、やっぱりニューヨークがもう本当にそういうことになって、もうそれ見たことかっていう感じだったんですよ。なんかトロントはなんかその辺がちょっとこうごまかされたようになって、実際どうだったかなっていうのはまだデータでも示せない状態なんですけど、やっぱ市民団体とか、そういうその、社会を支える仕事をしている人たちは常に言ってますね。そのコロナの被害というのは誰でもかかる病気だけど、被害という意味では絶対に社会の弱者にしわ寄せがいくから、もう心して支援をしておかないとひどい社会になってしまいますよっていうことをすごい言ってますね。あとそれと、これは日本でどうかちょっと分からないんですけど、カナダでは死者のコロナでの死者の8割方が高齢者施設の入居者だったんですね。それもまあその構造的な仕組み的なもうどういうんだろう、こう欠陥、社会がその 高齢者をどういうふうに扱ってきたかっていう、そのしわ寄せになっている部分がコロナでバッとこう被害として目に可視化されてしまったということで、そのコロナで自分の親を亡くした人たちがすごい声を上げたんですね。私の親をもうバッと写真出して、これが私の親だ、私の親はコロナで死んだ、どうしてくれるんだ、もう実名も出てですよ。でそこにそのクラスターがうんぬんとか、その感染してるって分かったら自分がそのどう言われるかとかっていう心配はもう全くないんですね。それどころか、そのやっぱこういうコロナにかかったことだけではなくて、そのコロナにかかったらどうなるか、どうしてそういうそのことが一部の人に幸せのようにしわ寄せのように起こるのかっていう、そのこう不公正をやっぱ訴えるこうチャンスにしてるというのがすごいびっくりしました。なんかその個人が感染することはあんまりそのみんなまあ怖いと思ってるのは一緒ですけど、なんかそれでそのどういうんだろう、その社会的なインパクトですね、もうすごいみんなメディアなんかは注目してる感じがしますね。
森田さん、なんかお初あすいません、藤吉さんのね、そのあの内なる岡っ引き根性っていうのは私も本当に感じてて、自分自身の内なるね、例えば私の母もね、まあ、高齢だけれども本当に外へ出なくなっちゃったんですよね。でその時に何て言ってるかって言ったら、この時期にわざわざ外へ出ていった年寄り でんでもええのに出たからだからかかっちゃったんやって言われると言うて、その自己規制して出ていかないんですよね。そういうその本当に塩谷さんも言わはったように、そのかかっちゃったら何と言われるか分からへん恐怖っていうのも私も本当に感じています。でもそれとまた別個に今度はその感覚の差っていうかね、その私ね、塩谷さんたちがしてくださってる新ママ虹ともとっても参加したいんだけど、5月も6月もよう参加しなかったんですね。リモートで参加させてもらったんですけど、つまりもうオフラインであってもいいっていう感覚と、まだ怖いっていう感覚の個人差、これは本当に単なる個人差なのかな、も差も感じ始めているんですね。別の、まあ、研修でも、もういい加減に8月だったらオフラインで会えるでしょうっていう人と、もうまだいいんだろうかっていう感覚とっていうのは、もう主観に過ぎないから、そこでそのオフラインで集まり出すと、それにしんどい人が、まあ、取り残されてるっていうか、まあ、わかんないですけど個人差が出てきてるかなっていうのは思います。でね、もう一個だけね、私ちょっとずっと気になってるんですけどね、その本当にさっきから子どもの居場所を確保をどうするかっていうのは、本当にカナダも日本もこれ 全世界共通なのかなっていうか、子どもの居場所、学校が閉鎖せざるを得ないときに子どもをどうするか問題で、これ結局最終的にはね、やっぱりその親が見なきゃいけないじゃないかって、みんなこう、でもこれ本当に長いことフェミニストたちがね、その子育ての社会化、ケアの社会化を やってきたと思うんですけど、ここに来て親かっていうかね、子供やねんから親見なさいっていう、 そこにはもはやもう親みんな誰も口挟めないっていうのをどう考えたいんかなっていうのは、ちょっとねずっと気になってはいるんです。すいません、とりあえず今の有田さんのおっしゃることは最もで、もし差があるとすれば、カナダと日本で差があるとすれば、今は親が見ざるを得ないから、親の社会的活動、まあ、経済的活動をストップさせるために、ちゃんと保障をするっていうふうになるか、そもそもお前の子供なんだからお前の責任で何とかせえよっていうふうに突き放しちゃうかは、割と大きな差じゃないかなというふうには感じています。もちろんそれが子供なんだから親だけっていうふうにはならないんですけども、ちょっとうまく言葉にできないですが、以上です。本当そうですよね。だから僕の職場がそのいち早く子供のいる職員について特別措置が必要であれば、特別措置とは言わなかったですね、勤務状況、勤務体系とかにこうで相談したいことがあれば言ってきてくださいってパッと出して、でなんかそれでうち子供がまだいるんだけどどうしようっていうことが言えるようになったっていうのは、ああそういうふうにするんかっていう感じでしたね。個人に個人に押し付けないっていうか、結果としては親が面倒を見てるんだけど、一応その職場としてもその子供を面倒を見てる職員の面倒を見るっていうことで間接的にもうケアに関わってるわけですよね。でその職政府 の、まあ、対応にしても基本ベースはその社会でその用意すべき子供の居場所をどうするのかっていうところで話が進んでるので、
あのそれあの親がやったらいいやみたいなことをもうちょっとカナダでは言えない状況ですね。それがまあどうしてそういうふうになってるのかっていうのはちょっと理由はわからないですけど、うん、そう親がやる親が仕方がないから親が やらなあかんやっていうふうに言ってしまうような人はほとんどいないんじゃないかなと思います。多分日本でシングルマザーとかシングルファザーやってる人は相当しんどいんじゃないでしょうかと思うんですけど、どうでしょうか。いや、カナダでもしんどいと思いますよ。だってあのそういうふうに言って、うちの職場なんかは在宅勤務ができるようになってますけど、やっぱりスーパーで働いてる人とかあの、ね、在宅勤務なんてありえないんで、あのやっぱり そうやって子供を育ててる人はカナダにトロントにも当然いて、でそういう人たちはあのどうしてるかっていう話ですね。本当にそのデイケアもやってないし学校も閉まってるし、やっぱりちょっと置いてきぼりになってるやんっていう、あの、まあ、だからあの政府がそういう状態の人には少し補助しますというふうに、まあ、言ってるんだけど、それもどこまで続くかですよね。今のところ8月末までって言ってるので、うん、8月末まで増えましたね。そうですよね、ですよねって言ってるので、9月から元に戻るのみたいな誰もわかんないし、あの、まあ、この間あの前回でもそのベーシックインカム制っていうあのアイデアも出てました、出てるって話もあの出してましたけど、出てましたけど、やっぱりそっちの方に議論がカナダなんかでは行くんですよね。こう社会としてどういうふうに責任を取るかっていう、すごいコストがかかることなので、あのどちらがいいとは言えないんですよね。日本の方が効率的にやってるじゃないかって多分思う人もいるだろうし、あの、まあ、すごくこうあの語弊のある言い方かもしれないですけど、結局その被害というものは出るんだから、あの それに対していかにそのこうコストをセーブして、あのあまりお金をかけないようになんとか乗り切るんだみたいな、あの乗り切れた日本はすごいじゃないかっていう人もいるかもしれないですよね。でもやっぱりそこにその付きまとその市民に押し付けられる不安とか、その感染したことを人に言えない状況とかっていうのはちょっと市民としては生きづらい、非常に生きづらい。でそれでいいのってやっぱり思いますよね。そのアリスさんのお母さんがそんな外出あの控えはるとかっていうのはちょっとあの辛いですよね。聞くに耐えないというか、そんなこと言わずあの札幌でも行ってくださいよってやっぱり言いたくなるし、あ、どうぞどうぞ。あ、さっきのあのうちなるおかっぴき根性で、あの例えば有田さんのお母さんが散歩なさってる時にけしからんっていうんじゃなくって、そのお母さん自身がそのけしからんとか言われたらかなわんっていう、そっちの根性ですよね。それがやっぱり、もしかしたらそれが日本の感染拡大を防いでいる重要な要因かもしれないと思うとなかなか切ないなというふうに思います。確かにそうですね。本当に内なるだと思います。私自身にもあると思います。それとそのさっきもおっしゃった金次さんおっしゃってるそのカナダではあの親の責任だとこう言葉で言わないっていうふうにおっしゃってたけど、日本でもね、あのここは親を見てくださいなんていう言説はね、そんなその表面化してないと思うんですよ。ただそのなんていうかあの 無言のというか無意識のというか、そもそ もう物理的にどこにも行けない、学校にもデイにもどこにも行けない子供、それは家にいるしかないよね。家にいるってことは親が見るしかないよねっていう、もうそのそれが良いものとは思わないけど、うん、そこはすごくもうあのじれったいって思ってるのが一つと、もう一つね、そのソーシャルディスタンスにプラスしてその距離を取ることだけが全面化してる、すごく言われてるじゃないですか。あなたの前の人は誰かの大事な人ですなんて CM ですごく連呼される。でもそれはもちろん大事なのはもう分かりきってるけれど、それプラスのもう一つのねメッセージっていうのを強力に何か発することできないのかなっていうのはもうずっと何かいいアイデアないのかなって思っています。
ね、やっぱりカナダもやっぱり政府も市民もやっぱその産業お商売してる人もその何が合理的なんかっていうのをこう測れずにここまで来てしまってると思うんですよね。でとりあえずカナダの場合はとりあえずもうその何が合理的かっていうのは分かんないんで、もう政府がやりすぎぐらいのレベルでとにかくいろんなお金使いまくって補助金出しまくってやったと。でもこの4ヶ月経って足元見てみたらやっぱり子供がまあ、ひどいことになってるとは言わないけど子供の居場所ないやん、どうするんこれっていうことからやっぱりもう一度その何が合理的かっていうのを冷静に見直すことを今やり始めてると思うんですよね。まあ、それの一つがその徐々に学校を開放開いて、でその学校を開くにしてもまあ、その公衆衛生の専門家の議論の中で、まあ、比較的一般的に子どもというのは、感染の被害があまり増えないだろう、じゃあそこで、子どもに一律の我慢をさせるよりも、まあ、子どもの活動は許したらいいんじゃないか、まあ、そこもいろんな議論があるんですよ。じゃあ子どもが家帰ってきたらどうするみたいな議論もあるんですけど、でなんとかそのこれまではもう100人いたらもう100人全員行動規制してたのを、うん、このグループの人はやっぱり行動を自由にしてあげた方がいいんじゃないみたいなところが少しずつ始まってって、でそれが結局何かっていうとやっぱりこうやって一律に見てるけどやっぱりニーズが違うっていうことをみんな認識してるんですよね。所得が減った人、その子ども、高齢者とかってやっぱりそれぞれやっぱりそのパンデミックの状況の中でニーズが全然違うので、一般的な話ではあるけど、まあ、それぞれのニーズにやっぱり対応しようっていう余裕がちょっと出てきたんですかね。でもなんかその有田さんがさっきオフ会そろそろやるって言ってる人とそれが心配な人のギャップって言ってありましたけど、やっぱりトロントでもそれをすごい感じてて、僕ちょっと一番怖いというか街に出る機会はあんまりないんですけど、買い物とかに行って僕一番心配するのは若い人なんですよね。若い人にちょっと近寄りたくないっていうか、っていうのはこの4ヶ月パンデミックでいろんな行動形式規制が出てるのに、やっぱり若い人ってあんまり周りに感染者がいないせいかすごい奔放に振る舞うんですよね。でそのパンデミックがあたかもないかのように振る舞うことがクールだみたいな風潮がちょっと出てきて、で、そこでありますあります、ありますよね。でなんか、まあ、で前も言ってたんですけど陰謀説を唱え始めて、で陰謀説でだからあれは政府の陰謀だから私たちは大丈夫みたいなこと言い出してっていうのはありますあります。だからなんかその謳歌するのはいいんだけど、でもあなたたちが感染することでその感染がまた広がるでしょうみたいなところまでなんかちょっとこう想像が行き渡らない人が結構街の中で目につくんですよね。まあ、自分がそういう人を探して嫌だなと思ってるのかもしれないですけど、すごいなんかこう若い人への偏見が自分の中でちょっと育ってて嫌なんですけど、だから道とか歩いててもそういうこう、まあ、高校生ぐらいとか二十歳代の人とかね、今もう夏で楽しい時期ですからね、もうそのコロナのことなんか忘れて外にいるんですけど、なんかちょっとこっちに近寄らないでって感じで、あなた病気持ってるんじゃないのみたいなこう心配を自分の中でこうふつふつとさせながらいますね。だからそういうこう分断みたいなのはやっぱりトロントでもすごい感じますね。こう慎重に今でも4ヶ月経っても慎重に外出制限を守ってやってる人もいれば、もうそんなん大丈夫やみたいな感じの人が出てきたりして、こうそのトロントで高齢者、ほとんどが高齢者の人が亡くなってるっていうことをおっしゃってましたけど、で日本でね、そのボルナブルな人たちが亡くなってるのかどうかっていうのはちょっとわからないですね。で
そういうふうなことをあんまし報道されないのか、本当にそんなにこうボルナラブルな人たちが感染のなんていうかリスクに置かれてないのか、ちょっとそこら辺全然わからない状況なんですけど、あ、すいません、ちょっと。でもあれですね、あのなんかその社会の弱い、社会ので弱い立場にいる人っていうふうにさらっと僕言いましたけど、やっぱり日本、そもそも日本でそういう人たちのことをこう取り立てて話題にするっていうことがあんまりないような気もするんですよね。まあ、トロントに来てすごいそれを学んだことで、あ、社会のそういうこう社会課題とか、社会の、まあ、人の市民のためになる施策みたいな話をするときに、あ、日本ではなんとなくこう収容でそこそこ、まあ、暮らしが成り立ってる人がこう対象になってて、かたやトロントとかだともうそういうふうにこう暮らしを成り立たせていけない人たちが社会の政策の対象になってるっていうのはすごいはっきりと違いがあったので、印象ってその違いに気づいた時にすごい驚いたのは印象的で今も覚えてますけど、でそもそも日本でそういうふうに取り立てて言わないですよね、あんまり。日本の場合は人権課題に取り組んでいたり、そういうことに対して支援をしていたり、あるいは活動家であったりっていう人たちにとっては、例えばそれをこう社会的弱者という呼び方をしたり、マイノリティという呼び方をしたりする場合もありますけれども、それがそういった活動をしている人とか、支援している人から広がって、一般的な日本語として認知されているわけでもないし、で実際にそういった活動をしている人の中でも自分 の課題以外のことについてはそういった呼び方をしないみたいな、よくわからないっていう人もとても多いと思いますので、そういったくくりはないと思います。であと、ただその日本の場合、例えば感染した人とか感染して結局亡くなった人の、発表するときにそのデータの中に割と年代は言うんで、そういう意味では高齢者がよりこう亡くなる率が高いというのはもうよくみんな知っているし、まあ、逆に言うとこう若い人の場合、感染してもいわゆる症状が全く出ない人が多いだろうというのも大体みんな知ってきている感じはあるんじゃないかなという印象はあります。でちょっとその話からさっきのこう、まあ、内なる差別でもあるし、その社会からどういうふうに見られるって話の日本の例で言うと、最初にこうクラスターが発生した、ライブハウスみたいなものに対してすごいこう社会の目が、厳しいという状況があって、なかなか再開ができない、それもかなり感染対策をしながら席を空けながらやろうとしても、感染再開したときに何をまた攻撃を受けるか怖くてできないというのもありますし、であと病院なんかでよくクラスターが起きるんですけども、そういった場合、その病院の何百人もいるようなスタッフがいるような病院の場合、その病院のスタッフの家族に職場に来てくれるなとか、保育園に来てくれるなということは明確に起きてますし、でこれあたり報道でみんな知ってる事実だと思います。でただ、そういったクラスターが起きてなくても、その病院が、コロナ患者を対応している病院が、まあ、都道府県それぞれあるわけですけども、その病院のスタッフ、つまりそこでクラスターが発生していなくても、そのスタッフの家族に対してやっぱりちょっと出勤を控えてほしいとか、そういうことも実は報道されてないけどありますし、またバレるとこう、もう差別を受けるので検査はしたくないという人の話のちょっと逆のパターンなのかもしれませんけども、その職場の中で人そうじゃないのってなんとなく噂になる、
そうするともう近づくなとかマスク外すなとかすごいまあ、その人に言わせるとあの周りから差別を受けて、じゃあ自分がそうじゃないことを証明するために PCR 検査を受けたいと、その、そういう相談所に連絡しても、あなたは受けられませんよって言って受けることができない。つまり、あの陽性じゃない証明をできないという状況があるっていうことも起きてたりとか、まあもうだからいろんなところで、実は、その内なるその、ね、警察というようなものがもっと顕在化して、職場から来るなって言われてたりとか、もうそのすごいこう可能性が明確にあるわけじゃなくても言われてたりとか、職場から来るなと言われてなくても同僚からすごい差別を受けてたりとかいう例はあるように見聞きします。ちょっとさっき強烈ですね。そうなんですよ。ちょっとさっき聞こうと思ってたのはね、金次さんがなんていうか高齢者が亡くなった時に家族がそれについてすごくプロテストを受けるってことを言ってたと思うんですけど、そのプロテストの内容っていうのもちょっと知りたくって、例えばそのクラスターが起きたっていうのは高齢者の福祉施設であって、福祉施設に入らないといけないような状況を作る社会が悪いんだとか、そういう感じなんですか？あ、すいません、ちょっとそれに付け加えてね、その金次さんがさっきおっしゃってた、その私の親をどうしてくれたんだっていう抗議をする人に対して、だって施設に親を入れたのお前たちじゃんっていうのは、そういうバックラッシュみたいなのはないのか、絶対日本だったらあると思うんだけど、そこを教えてほしいです。そっちから行くとそれはないんです。施設に、自分の親を、まあ、預けるっていうことに個人的には呵責を感じる人は多いですね。僕の、ボスも今ちょうど高齢者施設にお母さんを入所させたところで、やっぱり個人的にはすごいそれがショックになってるみたいです。やっぱりその自分でケアできなかったっていう、このやっぱりこのどういうんだろう、心の重荷っていうんですかね、誰にも解決できない心の重荷はカナダでも日本でも一緒だと思うんですよね。そのやっぱり自分の家族をきっちりケアしてあげたいっていうのは用の東西問わず一緒なので、ただ決定的に違うのは仕組みとして社会でもうそういうことになっている。その自分 の, 私のこう、まあ、家族がケアが必要だ、でも自分そのケアが私のレベルできるレベルを超えた時点で自分でそれをやり続けてはいけないっていうことをすごいみんなが賛成してるんですね。なのでそういう個人的な呵責は感じながらも、あ、もう私ここから先私がやったら虐待になるかもしれない、ここから先私がやったら適切なケアを受けられ与えられないかもしれないということで、仕組みを使って、まあ、入所したりということになるんですね。だからそのあんた自分の親をその施設に入れといてなんていうようなことはその言説として成り立たない。そのちゃんとむしろそのちゃんと責任を負って施設に入れるという決断をしてるわけだから、それは適切なこう責任ある行動だというふうに思われてるんですね。でありがとうございます。で抗議についてはちょっと政治的で、これコロナのこと全般に僕がカナダで感じていることなんですけど、コロナにかかってしまったということを訴えるのではなくて、どうしてそのコロナにかかるような状況になったのかということをみんながすごい問題視するんですね。で高齢者施設の場合は特にそのトロント周辺ではそれ1990年ぐらい前までは公的なサービスとして 100% されてたんです。でそれ
それをその90年代に保守党政権になった時に、あの民間の導入を進めたんです。でそれで彼らの言い訳としては、あの受け入れ者数がこれだけ増えたでしょ、私たちがその民間 の, その市場を導入することで、あのこう政府が一律にやるんじゃなく、ガチガチでやるんじゃなくて、あの柔軟にいろんなそのタイプ の, あの高齢者施設を提供できるようになりました。でも蓋を開けてみたら、そのやっぱ民間で入っあの参入したところがやってる施設っていうのは、ひょっとしたら職員数が若干少ないかもしれないし、ひょっとしたらそのいろんなこう満たさないといけない基準にギリギリ満たしてるぐらいでやってるかもしれないし、あの結果として質があんまり良くないんじゃないのっていうことが分かってきたんですね。でそれをその現場の人はずっとあの問題定義してたんだけど、コロナがやってきて死者数を見たときに、もう明らかにその民間の長期民間の高齢者施設の方がやっぱり死者数が断絶断もう本当に明らかに違う、あの増え断トツに多い、断トツ、ありがとうございます、断トツに多くて、あのでそれでやっぱりその入居を決めた家族が怒ったんですね。あんたたち何やってんのって、その結局お金のためにやってたんかっていうところにみんなの怒りがあるんですよ。でだからその結局だからみんなが怒ってるのは、そのコロナにかかってしまったじゃないかと言いつつも、あんたたち 何のために私その仕事をやってんねんっていう、私の家族をその餌食にしたなっていうような感じの怒りをみんなが訴えている。で社会全体としても、そのこれだけその死者数が高齢者施設に偏っていることについて、これやっぱりあの今までのやり方が、その高齢者施設の運営の仕方が間違ってたんじゃないっていう、あのすごい猛省ですよね、反省、あのとちょっとしたこうあのかなりの不安をやっぱみんなが抱えて、でそれでもっと高齢者施設のことをちゃんとやってほしいっていうふうにこう政府に抗議をしたりっていう、高齢者施設はもう公的なところとプライベートの私立のところとあの選べるんですか。 そうですね、選べます。あ、であのどっちかというと、そのやっぱ公的な施設は税金が投入されているので、あのこう社会支援の、色合いが強いんですね。だからもう身寄りがない人とか、そこがなかったらもう路上生活かみたいな行き場のないような人たちが、公的施設に入ると言われていました。であの少し余裕のある人は、民間の方に、あなた、あの余裕があるんだから選択する余裕があるでしょということで民間の方を勧められたり、民間を人がすあの選んだりしてたんですね。民間の方が圧倒的に多いってことですね。数はそう半々、でもそうですね、民間の方が多いですね。あと民間と政府がやってる、行政がやってるのと、あと非営利団体がやってるあの種類の施設もありますけども、やっぱ何が決定的に違うかっていうと、あの行政がやってる施設は、あの柔軟にできない部分、あのこうすごい施設してるんですよね。あのホームというよりも、すごいなんかここ病院ですかみたいな、あの下手したらここなんか収容所ですかみたいな、あのこうなんて言うんだろう、あのちょっと余裕のないこう入った時の雰囲気があんまり良くなかったりするんですけど、でも行政がやってるので、そういう衛生管理とか栄養管理とか最低限やらないといけないことはバッチリやってるんですよね。で そこをやっぱりあの行政は手抜くことはできないの、ね、で、だからそういうそのソフト面がちょっとあの目に見える部分で あんまりこう好印象ではない。だからあの、市民の一般的な意見としたら、なんかそういう公的なところにあの行き場のないような人が行くようなところに自分の家族をあの入れるっていう
そのスティグマですね、偏見もやっぱりあって、あの民間のところに行って選んでいたのに、蓋を開けてみたら結局その最低限やらないといけない仕事をどっちができてたかっていうと行政の方だったっていう。でそれってやっぱり仕組みの問題じゃないか。でどうしてそんなにその民間をゆるゆるにぐすぐすにあのさせていたのか、どうしてそういう状態を許していたのかっていうところにようやくメスが入って、まあ、かなり改革されるでしょうね。ひょっとしたらまた 100% 公的に戻されるかもしれないですね。もうあの民間の中であの会社の社長がうちやってられないって言ってもうギブアップして、あのこれ政府でやってってあのもう言ってしまったような施設もいくつかあって、もうそういうところはあの近くの病院の職員が とりあえずやってきてあのお世話してたり、軍隊の医療チームが入ってきてやってたりして、だからそういうちょっと悲惨な状況になってしまってます、ね、でもなんかその抗議 そのポイントというのはその感染したということだけではなくて、そのどうしてそういうことになってしまったのかっていうところへ その問題定義、怒りですね。ありがとうございました。なんかその社会福祉って基本的にお金のかかるものだから、あの金次さんが説明してくださったそのカナダの状況ってすごく分かりやすくって、要するにあの資本家と労働者で使えなくなった労働者をどう処遇するか、資本家は私物になるっていうところですよね。だからそういう図式で割と分かりやすいと思うんですけども、日本の場合はもうワンクッションあって、例えば今のはあの親御さんの話ですけども、子どもの話になると、その公的な助けがなくても子どもをちゃんと育てるのがなんか親のプライドというか、子どもを使って親が競争するというか、要は社会で育てるっていう発想があんまり、定着していないというか、あの子どもは親の作品で、作品を通じて親が競争し合う。そうすると周りの手助けを借りないでどれだけいい子を育てるかみたいなところで競争するってなると、それこそ弱い部分に手当てしようっていう発想自体が出てこないというふうな気がして、それってね、どっかでおかっぴき、さっき言ってたおかっぴき根性とつながるような気がするんですけど、ちょっとうまくまだ整理できないんですが、そんなふうに感じるところがあります。でちょっと前たまたま見たテレビで、それこそ小学校とか中学校も遠隔授業になってきたっていう時に、どっかの大きい大学の付属の小学校で、iPad を配布しました、っていうか、まあ、タブレットを配布しました。でそのタブレット見ながら授業を受けるんだけど、取材を受けてたご家庭のお子さんっていうのは、そのタブレットを見ながら、その親の持ってるパソコンで教材をプリントアウトして、両方見ながら、まあ、よく勉強できてますみたいなのを、それは大阪府民の何パーセントなんですかっていうふうなようなことを、遠隔、子どもたち向けの遠隔授業の一つのモデルケースとして、なんかシャーシャーと紹介してるんですよね。だから、小学生の子供にこのぐらいのことをやらせてあげられて親として当然っていうのが裏に張り付いてるんじゃないかなと思うと、なんか すげえ個人的には嫌な感じが私はしました。最後は愚痴です。ありがとうございます。そしたらそろそろ時間なので、皆さん今日の感想を一言ずつお願いします。とりあえず次回決めます。あ、本当ですね。次回いつにしましょうか。私は多分日曜日であれば今のところどれも大丈夫だと思います。猪本さんが土曜よりも日曜の方が良かったんでしたっけ。19とかどうですか。私 19OK です。はい、19OK です。皆さんいかがでしょうか。 OK です。あ、玉木さん戻ってきた。あ、ごめん、なんかトーマスが突然隣で
晩ご飯を作り始めてうるさくなったのでっていう、まさにオンライン授業の様子がそのまま我が家で繰り広げられ、一旦中断し、ご飯というかちょっと一旦中断し、ご飯を作って戻ってきました。そうなんや。今、来月の予定を、日にちを。はいはい。私、いつでもいいです。はい、竹内さん、あんまり今日、竹内さん、いますか？はい。なんか今日あんまりお声聞けなかったんですけど、はいはい、お元気ですか？あ、元気ですよ、普通に。私も19で大丈夫です。はい。じゃあ、ひとまず19で。はい、じゃあ今日の感想ですが、私から、やっぱりカナダと日本の状況を比べることによって、すごい客観的になれるというか、なんか、自粛で、なんかね、あんまり人に会えなかったりだとか、なんかマスクしてフェイスシールドしてみたいな、そんなそこまでせなあかんのかとか思いつつとかね、いろいろありますけど、やっとマスクをつけ始めたカナダみたいな、もう日本だったらマスクつけずに外出してたらめっちゃ見られるみたいな状況ですけども、やっぱり文化の違いとか、何を大事にして生きているしている文化なのか国なのかっていうのをすごく考えさせられていい機会でした。以上です。じゃあ私簡単にいいか悪いかで言ったら、ちゃんとしないよりちゃんとする方がいいとは思うんですけれども、ちゃんとしなさいとか、周り迷惑かけないようにしなさいとか言いすぎると、いろいろ鬱憤が溜まって日本みたいになるんじゃないかという乱暴な感想を持ちました。以上です。私は今日の中で一番言葉が残ったのは、賢治さんのニーズの多様性です。とりあえず以上です。じゃあ私が次、カナダにいるんですけど、オンタリオとブリティッシュコロンビア州ってもう全然違うので、なんか金次さんの話聞いて、あ、カナダって今そんな状態なんやって私が気づくような感じなので、なんかバンクーバーはそれに比べるとだいぶ落ち着いているので、あ、カナダってまだそんな大変なんやっていうのと、まあ、うち子供いないし、近くに子供いる人と会う機会がないから、子供の居場所に関してその問題があるっていうのをカナダにいてカナダのことを知れたというのが今日の感想です。ありがとうございました。ちょっと個人的なことなんで、ちょっと状況をお話しすると、実は5月のもう、26、7日ぐらいからですね、ちょっと腰痛がひどくてですね、もう1分か経ってるのが大変という状況が何週間か続いていて、でようやく、先週というか今週の中ぐらいから街に出始めたという、つまり緊急事態宣言が終わって少しした時点で個人的に、まあ、緊急事態というかもう外出できない状況になっていて、それが先週の水曜日から、ようやく電車に乗り始めると、これもう完全にほぼほぼ以前の状況戻ってるじゃんか、8割9割はもうつまり学生とかはまだなんだろうけども、もう通勤とかはもうほぼほぼ 100% みんなやってるんだよねっていう感じの状況があって、ちょっとこうその徐々にじゃなくてポンと間開けたんで、すごく実は僕は馴染めなくて、大丈夫なのっていう気持ちが今ありながら毎日電車乗ってるという状況です。だから本当に兵庫県とか実はこの間34日ぶりに感染者が見つかりましたみたいなのがあるんだけど、本当にこの数字だって全然単に検査してないだけで信じられない部分もあるし、なんか心の中でモヤモヤとした不安を抱えながら、でも
じゃあ、といって復帰しなくちゃいけない、復活させていかなくちゃいけないっていう状況の中で、例えばクォークとかのいろんな、デーとかナイトとかを7月からやろうと言いながら、ちょっと今中のスタッフでやっぱりいろいろとちょっとしんどい部分があって、まだ7月はお休みするって話に、また今日も緊急の会議をするんですけども、なりそうな状況だってこともちょっとお伝えしておきます。はい、ありがとうございました。そうですね、私の感想としては、まあ、コロナに関して1点で、あと関係ない大学の話で1点あるんですけど、コロナに関しては、まあ、なんかまあ皆さんがお話ししてくださったように、まあ、日本の対策がまあまともじゃないみたいなことは常々感じますけど、でも他方でなんていうか、その今の状況が思いがけずもたらした救いみたいな部分も感じている人もいるだろうというふうには思って、まあ、例えば大学で周り見てると、まあ、その教師で、まあ、子育てもやってる教師だとかが、なんかまあ確かに保育園とかにはなかなか通わすことができなかったりも一時期してたんですけど、でもまあその子供を抱えたままゼミに出たりとか、なんか割とそういう感じで、働いてるっていう人がそのゼミ生の中でも結構いて、だから母親父親で、まあの仕事を しながら授業もやるみたいな感じ、だからそういう柔軟性があったりとか、あとまあ私もそうですけど、あんまりそこまで社交的じゃなくて割と引きこもるタイプの人とか、学校に嫌いみたいな人とか、そういう人にとってはなんかまあ案外居心地がいいっていうか、通わずに済むとか、行事全部嫌いみたいな人とかですね、入学式とか、だからそういうのを全部回避できるっていう意味では精神的に楽って人もいると思いますね。パニック障害の人とかも周りにいますけど、やっぱ電車乗らなくて済むっていうのがめちゃくちゃ大きいっていうのを言ってたりとか、それは一応言っとこうかなとは思いましたね。あとはコロナ関係ないとこだと、そのカナダのなんか大学についての話とか、まあなんかこっちでもよく話を聞くところで、まあやっぱりしっかりカリキュラムがちゃんとしてるなっていうのは思うんですけど、なんていうか単純に、日本の状況とカナダの状況みたいになんか2極で、捉えるのは難しいような気もして、なんだろう、そのカナダでももしかしたらその学力とか大学によって違うとこがあったり、日本だって例えば国際大学とか秋田にあるもう全部英語で授業やったりとかするような、アメリカとかカナダとか真似したようなところもあれば、あと私がいるとこなんかは結構なんだろうな、そのやっぱ生徒に全部任せるんですけど、だから結局のところもうずっと常に勉強してる人ばっかりいるので、なんだろう、別に読めって言われなくても読むのが当たり前みたいなところはやっぱりあって、だからそのなんだろうな、その勉強好きかどうかみたいなところの差がもろに出ると思うんですけど、そういうなんか学習の自由度みたいのは大きいので、だから好き勝手に別に英語にも限らず、ドイツ語、フランス語、ラテン語とかもいろんな言語である本を読んだりとか、勝手に勉強する人は勝手に伸びていくみたいなところは若干あるのと、あとはその英語圏の教科書もやっぱりなんだかんだ最近参照するようには多分なってて、社会学とかでもアメリカの教科書で理論を学んだりとか、その日本語と対照しながら勉強とかしてると結構その取り上げる理論家が違ったりするんですね。アメリカの教科書では例えば黒人運動やってるヘッドジボイス取り上げたりとか、あとはシャーロット・パーキンス・ギルマンっていうフェミニストが出てきたりとか、それは日本では多分社会学の固定に入れられることがないんですけど、なんかそれは多分人種とかエスニシティへの関心の低さみたいなのもろに反映してると思うんですけど、だからそういう、でもその逆も多分しかりで、優れた論文が日本語であるから英語圏で読まれないっていうこととか、日本の思想家、社会学者が全く英語圏で知られてないみたいなこともまあ間違いなくあって、そうですね、こっちから英語圏のシラバスとかもチェックできるし、いくらでも読めるけど、向こうからは読めないみたいな、そういう状況も同時にあるかなとは思いますね。以上です。いや、なんかそのコロナがもたらすこう影響、まあ、必ずしも悪いものではなくっていうのは、カナダに暮らしてても思ってて、あ、すみません、ちょっと飛行機が飛んできました。うるさくないですか？大丈夫です。なんか
前言ったかもしれないですけど、コロナで外出制限かかってから、先住民の人たちがすごい活発に情報発信を始めて、もう半端ないんですよ。もうなんか僕の Facebook の、スレッドっていうんですかね、もういろんなそのグループがうわーってできて、いわゆるその普段であれば年に1回パウアウって言って、その部族の人が集まってお祭りをするんですけど、結局そのお祭りが今できないので、じゃあオンラインでしようよって話になって、でオンラインでするっていう話になったら、隣の部族も一緒にやろうよみたいな話になって、でじゃあカナダだけじゃなくてアメリカ の部族も一緒にやろうよみたいになって、すごいうわーっていろんなつながりとか広がりができてて、でまあ本当にそれはコロナがなければなかったことだし、あとそのやっぱコロナで見えたその被害、まあ、被害を見る人がいるから見えてるんですけど、コロナで見えた被害についてやっぱりすごいこう一般の人たちが気づいて、これ なんでこんなことになって、なんでこういう人ばっかり被害が出るのっていうようなこう疑問がふつふつと湧いてた時に、アメリカ の黒人差別の運動にぐわっと火がついたので、もう本当にそのコロナと今はその人種差別のことでもう持ちきりですね。コロナはちょっともうみんなが慣れてきてて、日常のアップデート程度でもニュースはそこで終わりで、で今日の人種差別関連のニュースって言ってもうずっと連日やってて、でカナダでも毎日デモ、毎週、デモやってますね。でデモだけじゃなくて具体的なアクションもやっぱり起こってきて、オンラインのこう議論、討論会とか、政治家がいろんな発言をしたことについて、それがいい発言をした、いいというかその人種差別解消に役に立つ発言をする政治家もいれば、水をかけるようなことを言う政治家もいたりして、まあ、それぞれの発言を取り上げて、そのこう裏にある思想とか政治的なこう違いですねを知りましょうみたいなこう場がまたオンラインでできたりして、すごいこうコロナっていうことをきっかけにやっぱり社会的なことにすごいわーってみんなの関心が集まってるのはすごい面白い、まあ興味深いですね。だからこれを機にこの モメンタムを逃さないようにっていうふうに思って、いろんな活動をしてる人たちはすごい今頑張ってると。ちょっと最後に紹介なんですけども、このオールアバウトっていう国際人権団体があるんですけども、ここがですね、プライドマンスってことで、オンラインでいろんな、11個かな、こんな感じで、いろんな LGBTQ の世界のイシューを、ウェビナーを開催しておりますので、皆さんよかったら見てみてください。昨日私がメーリングリストにも流してるやつですので、そこからアクセスしてもらったらいいと思うんですけど、昨日はですね、これを見てみたんですけども、これですね、ケニア、ウガンダとかケニアの方々が出てて、どういうふうに、レフュージーとして難民として LGBT の難民として活動してるかに逃げちょっと国を去らないといけなかった いけないかった事情とかですね、その後で今どういう活動をケニアでしてるかとかですね、そういうのをやってました。すごい面白い話、いろんな話が聞けてよかったです。直近はですね23日ですが、これまたここに時間書いてあるけど全然日本時間じゃないですので、ちゃんと時間を確認してほしいんですけども、LGBTQ のポーランドの人の話とかですね、ロシアの人の話とか、
どこや、あ、ウガンダの人の話とかですね、いろんな人の話が聞けますので、どうぞ英語がわかる方はどうぞチェックしてみてください。これどこの時間、どこを基準にした時間なんでしょう。ニューヨークとか、東海岸、北米ですね。あ、北米ですね。北米のなんか PST とか EST とか書いてあるのは、北米のアメリカ の, 東海岸か。あ、ありがとうございます。あ、わかりました。はい。それじゃあ、今日のところはこれで終了となりますが、皆さんからお知らせとかないですか？ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ではでは。